座りになって聞いてください。もちろんお水を飲みながらご飯を食べながら聞いていただいても構いません。そのためのスピーカーでございますから、どこでいても聞こえますからね、どうぞお楽しみください。Oh!
方新聞地という曲でございました。さて、もう一曲、これは日本の歌です。物語の歌です。私が大好きなんです。宮沢賢治さんという、夜中の星とか銀河鉄道の夜とかを書いて、宮沢賢治さんの曲も作ったりしてます。大好きな曲です。星めぐみの歌
さあ続いての曲で私たちバッカのステージは最後になります。この後もですね、ちょっとこのスペースを使っての催しがあったり、こっちでステージあったり、ちょっと皆さん立ったり座ったり世話しないですけどね、ちょっと寒いですから、動いたりもしながらね、本当楽しんでいってください。それでは、最後に、またワッカちょっと改めてご紹介します。ボーカルこちら奄美出身のももです。こんにちは、皆さんこんにちは。はい、そして今日ですね、サポートで、来てくださいました。先ほど開会式では素敵なきなこ体操も披露してくださいましたきなこちゃんジャンベです。そしてですね、そこで、ジャンベ発表します。ブンブン担当の、はーちゃんです。はーちゃん、そしてですね、もう一人何をしてるんですか、早く来てください。最後の曲だけ、ご一緒したいと思います。佐世保を誇るロックスターハウリン伊達丸さんです。伊達丸さんよろしくお願いします。はい、では最後に一曲お送りしたいと思います。ちょっと待ってください。これはですね、奄美の私の歌をお送りします We Do という曲です。ただ皆さん、せっかくだからね、ちょっとお手を拝借よろしくお願いいたします。ありがとう。もうちょっと大きくできますか。いいですね、ありがとうございます。ももちゃん、楽しんでください。ワクチンありがとうございました。ありがとうございました。ハラヘンヨサリコヌヨイヤハラヘンヨイハラヘンヨイWoo!
いや素敵。実はね、輪っかの奈々子ちゃんもそうなんだけれども、きなこちゃんとかみんな運営スタッフで働いてくれてて、ついさっきまでね、あの長靴履いてこの旗を張ったりとか段ボール運んだりとか一緒にしてたんですよ。これがお手製のホボフェスです。いやー、頑張った。さあ、そしてですね、いよいよ待ちに待った参加型のイベントがこの後開催されます。前の方でおくつろぎのお客様申し訳ないんですが、今日は、ね、急遽狭いのでこのスペースを使って借り物教室